富益醤油株式会社、私が、代表取締役で12代目当主の富益吉五郎と申します。とまずはですね、やっぱりお醤油の新しい可能性を広げたいなというふうに思いまして、やっぱりこうお醤油を使った何か新しいものと、でその中で昔からですね、富益醤油は原材料大豆小麦だったり、この地域で採れたものを使ってまして、で今川島町でとても美味しい卵、特産として、あります。で、その卵をベースにして、お醤油をうまく活用した新しい商品開発っていうので、バームクーヘンっていうのに着手し始めました。あとですね、バームクーヘンの形が、うちのシンボルである、木の桶に、似ているっていうところと、バームクーヘンを焼き上げるこの一層一層を焼き上げるところが、230年続く、うちのですね、年輪経営にもですね、とても似てるっていうところがありまして、バームクーヘンを作ってみようというふうに思いました。今はバームクーヘンに使用する生クリームを泡立てています。はい、発酵バターと無塩バターがたっぷり入ったものを、貴重なバターなんですけども、これを入れることによって本当風味が出て、とても美味しいバームクーヘンに仕上がるので、バームクーヘンの一番の主原料が卵なんですけども、その卵は川島町の卵 100% 使用してます。で卵たっぷり入ることによって、本当卵の風味がもう口の中に広がる美味しさになってます。230年以上続く富益醤油でのバームクーヘン販売なので、まずは安全で美味しいものっていうのは、一番そうですね、こだわって、あとは丁寧に作ること、あとはやはり味ですかね。美味しいバームクーヘンを出したいということが、みんなスタッフで頑張っています。はい、冬場と夏場が焼き色が下がれてきちゃうんですね、温度によって。あと生地の温度と気温ですねによってだいぶ焼き色が違うので、やっぱり一層一層一本一本見て焼いてますね。なのでちょっと気が抜けない食べて一口小さいカットバームでもいいので食べてほしいなっていうのはありますね。でそれは本当に美味しかったらもう誰かにプレゼントとかしてもらいたいし、自分用のご褒美で買ってもらいたいし、本当川島の名物じゃないですけど1年2年10年後も続いていくといいなと思います。ちょうどやっぱり昨年がですね、創業230周年という節目の年ということもありまして、やり改めてその老舗にあぐらをかくことなく、常に変化革新を楽しもうと
っぱりこう我々が常に革新を起こし続けて、まあ、時代の流れを変えていこう、そういう気概でですね取り組ませていただいています。